大阪航空堺市墜落事故。大阪航空堺市墜落事故は、2007年10月に、大阪府堺市堺区の南海電鉄高野線、線交山駅と、阿孫小前駅間の線路上に、大阪航空所有のヘリコプターが墜落した、航空事故。事故は、飛行中に突風を受けた際に、機体の回復操作を困難とする急激な操縦操作を行ったことによる。 事故時には資格も経験も知識もない同乗者が操縦を行っていたために適切な回復操作がなさなかった。体験飛行と少子操縦をさせるといった行為がいかに危険かを知らせる結果となった。大阪航空株式会社以下同社所属のロビンソン式 R22β 型登録記号 JA-10-2D 回転翼航空機は 2007年10月27日土曜日体験飛行のため14時50分ごろ尾空港を離陸し飛行中15時5分ごろ大阪府堺市堺区の南海電鉄高野線線光山駅と阿弥駒前駅間の線路上に墜落した同期には機長及び同乗者が登場していたが両名とも死亡し同期は大破火災が発生した この事故の影響で南海高の線が15時5分から21時38分までの約6時間運休した。大阪航空局や大空港事務所に通報された同期の飛行計画の概要は次の通りであった。大阪航空局関西空港事務所及び大阪空港事務所の航空艦西洋レーダーによれば同期は14時53分1秒同レーダーに補足され始めた。 それによると、同レーダーサイトから南南東へ14.1ナノメートルの位置にあって、高度640フィート、対地速度70キロトンで西に向けて飛行。その後、同期が航空管制用レーダーから消失する15時4分21秒までの間、対地速度は90から30キロトンの間を、高度は1050から650フィートで変化していた。また、 この間、振動不規則に変化させながら飛行を続けていた。同期がレーダーから消失したのは15時4分21秒、大阪空港レーダーサイトの南南東約13ナノメートル付近である。ロビンソン機は大破し、胴体は全体的に破断及び損傷し下部を消損。メインローターブレードは2枚とも破断し、テール工具やテールローターブレード、尾翼も破断。 脱落していた。紅着装置や操縦系統までも破断されていた。また墜落した地点でもある南海高野線の電線6本の切断及び電柱の一部が損傷している。10月27日8時54分に大阪管区気象台が発表した大阪府内の注意報、警報のうち事故現場を含む先週地域に対するものは次の通りであった。 また、同27日15時には、紀伊半島沖に台風20号があり、北東へ時速 95km で進んでいた。事故現場の東約5ナノメートルに位置する八尾空港の事故関連時間帯の航空気象の観測値は、次の通りであった。事故当日は強い風が吹き、特に事故発生時間帯には強い西からの突風が吹いていたと複数の目撃者が証言している。 事故発生時刻の関西国際空港においては、風向340度で、風速17キロトン、最大瞬間風速27キロトンの風が観測されており、目撃者は、事故が発生した時間帯及び地点で、かなり強い西からの突風が吹いていたと述べている。また、事故の発生した時間帯にほぼ同じ空域を飛行していた同社の他の基は、 北西から強い風が吹いていて乱流があったと述べているとから、同期に異常が発生した時間帯及び地点付近では西寄りの強い突風が吹いていたことが考えられ、同期は事故直前後方からの強い突風を受けていたと考えられる。大阪航空では操縦資格及び操縦練習許可証を有していないものを対象に体験飛行と称して航空機へ搭乗させていた。 ヘリコプターの操縦に興味を持ってもらうとともに、その中から資格取得を志す者出てくることを期待しての体験飛行だったが、その際航空機に搭乗することの恐怖感を取り除くとともに、同乗者の様子を見ながら操縦管に触れさせたり、離着陸以外では操縦をさせることまでい,いた。また、同乗者への搭乗時の注意事項の説明は本県機長に一任していた。 だが同社では訓練ではないという認識で、操縦練習許可書は取っておらず、操縦教官以外にも、機長を担当させていた。事故時の飛行も、本県機長は、操縦教官ではなく、同乗者は操縦練習許可書を取得していなかった。しかも事故機は、航空機使用事業として、許可は取得していたが、航空運送事業の許可は取得していなかった。 同社の体験飛行の問題点について、事故調査報告書では、以下のように指摘している。本研機長は、航空身体検査基準では、不適合状態のサルコイドーシスに罹患していたが、専門病院の眼科医によれば、目の治療は必要なしとの診断結果であったこと、その他サルコイドーシス特有の症状も特になかったため、自らが航空業務に特に影響がないと判断して、 乗務していたものと推定されている。持病が本事故に直接関与したかどうかは明らかにすることはできなかった。本事故は同期の飛行中にマストバンピングが発生し、メインローターブレードがテールコーンを叩き、メインローターの回転が低下したため、機体が操縦不能状態となり、墜落したことによるものと考えられる。マストバンピングが発生したことについては、 体験飛行中に後方からの強い突風を受けた際、右席に着座した無資格の同乗者が本県基調による機体の回復操作を困難とする、急激な操縦操作を行ったことが関与した可能性が考えられる。同社は大阪航空局が立ち入り検査を実施した結果を踏まえ、下記の通り改善対策、抜粋を講じた。なお、国土交通省航空局は、 平成19年11月7日付で、社団法人全日本航空事業連合会に対し、参加の会員に、ロビンソン式 R22 系列型機及び R44 型機の操縦士に対する訓練を適切に行うこと、並びに体験飛行等における安全確保について、周知徹底を図り、運航の安全確保に万全を期するよう要請した。 航空法違反と業務上過失致死で大阪航空社長と幹部が書類送検されたが乗客が操縦していた証拠がないことなどから2010年3月に大阪地方検察庁酒井支部は不起訴とした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。